ですね、こうでしょう。例えば、A たす B としましょう。まあもう A たす B っていうの時点で既に使うのかな、ね、じゃあこれ8乗とします。もうしたくないけどね、ああ見えなかったかな。そしたらね、これを展開して A の10乗って出てくるわけ。乗がこれ展開するやん、かけるやん、 A の10乗出てくる。なんで出てこない、あなたの心はなぜ出てこないって断定したんですか。いや別に責めてるわけじゃないですよ。なぜ出てこないんだろう。10乗ならない。じゃあ9乗に嫌なのか。9乗に A の9乗が出てくるかな。でもね、正直言うと出てこないだろ。多分10も9も同じで8乗までだよね、精一杯。要するにかけてるんだろ、これ8回。そしたら9や10出ないよね。そう、アウトだよね。そしたらさ、A の次乗だったら B は何乗だと思う。これ展開するやん。展開したら絶対 AB とか出てくるよ。そしたら A 次乗やったら B は何乗になるか。わかんないか。じゃあいくね。A 次乗 B って出てくると思う。8乗して。じゃあそこでね、そういう時はもうちょっとこう考える。A たす B の8乗というのを考えた時に、まあ括弧が多分8個あるから、もう失敗したね、6ぐらいにしとけばよかったね。まあまあいいや、はい、もう8個あります。で最初、まあ、1とあえて言いましょう。したらそれに A か B かをかけるわけですよ。でしょ。でそこでまた次に行くのでまた A か B かになるでしょ。こうなんでしょ。あんまり嫌ですけど書くので、次でまた A か B かなんでしょ。かけるの次の括弧で、次の括弧の A 足す B で。分かります、言いたいこと。もうちょっとすでに下手な図で困ってますけど、分かります。で多分ずっと A で8回いったら A の8乗なんでしょ。きっとそうなんでしょ。すいません、見えないかもしれない、こっち来てもいいんですけど、来てもいいですよ。今説明だから書かせませんかね。わかります？ A たす B がここで1っていう数字があって、 A たす B をかけたら A と B が出るんだよ、ね、で次に A たす B かけたら、この A に A か B をかかるか、 B に A か B をかかるんだよ。でまたこれがこうネズミこう見たいって言ったらマジであんまり良くないですけど、こうなってるでしょ。したら全部で A をつらつらっていけば A の8乗ですよね。でこっちに行けば B の8乗ですよ。ですよね。で一箇所でも A って言っちゃったら A、B、7乗でしょ。わかりますよ、なんとなく。で、2箇所上にちょんちょんって言ったら A の次乗で B 何乗だ。そうだよな、足して8になるはずなんだよな。これがポイントだな、まず1つだね。 OK。 で、この見方をやっていくときに多分学校側が要求しているのはこうだと思う。この縦にしてるんだと思う、今度 AB して、またこれを AB、 あ、AB ね。でしょ、これ分かりますよね、こう持っていくわけ。これ横にしただけね、ちょっと下手でちゃんと書けばよかったんですけど、反省してますけどね、ちょっとね。やっぱりこうなってくるんでしょ多分。で例えばそのずらっとこれ8文字こういくわけですよね。で結局どこどう取っても文字は8つ並びますよね。1,2,3,4,5,6,7,8 個並びますよね。ですよね。どう言っても7個ってことないんですよ。それね、6個も並べない、8個なんだ。そしたらこの中でこれ白玉赤玉のやつでもいきなり申し訳ないんですけど、白と赤としましょう。そしたら A が2個で B が6個の通り数って何通りあるの、この並べ方。A が0個で、ああそうか、もうそこできついんだ、0乗できついんだよね。したら、すいません、私ちょっと飛躍しました、どうにか。したらですね、これずっと8個ピラミッド目作ります。作ったら、要するに8文字並びます。
そしたら8文字並んだ時にここが A であと全部 B ということもありますよね。で、まあ、ここが A でここが B ということもありますよね。で、これは A と B の7乗でございますよ、ね、で、これも A と B の7乗ですよ、ね、で、同類項は足していいっていうのは違うことになりましたね。そしたらこれとこれ足したら 2AB7 乗ですね。じゃあこの AB7 乗はいくつできるでしょう。8個できる。なぜ8個できるって言いました。いや別に合ってるんですけど、そう、ずれていくってことだよね。そうだよね。だから多分 AB7 乗は 8AB7 乗になるだろうということですね。じゃあ A の8乗は何個?1 個だよな。で、じゃあ難しいのは A 字乗 B6 乗はどうなる。8個って言いたくなるよね。うん。さあここで問題だ。ここで問題だ。すいません、私今雑然と書いてますからね。1,2,3,4,5,6,7,8 だね。8個で、じゃあ行こう。今 A が2個で B が6個だね。そしたら一つ目の A が A13 としましょう。 A13 はどこにも行っていいでしょう、権利として。だから A1 が行く権利は8通りです。 A23 は A13 が行った後にどこかに行くんでしょう。どこかに行っている。で、あとそれは7箇所です。7箇所ですね。わかります。だから8通り7通りです。で、A1 と A2 という区別はないんで A2、A1 もありますよね。この中には 8×7 の中には、この56通りの中には、56通りの中には A1、A2 って入ってるのもし A2、A1 っていうのもありますよね。 A1、A2 っていうのもあれば A2、A1 とありますよね。で、これとこれは区別はつかないですよね。だから倍数えてますよね。だから2で割ります。で、 B はあと残り好きなの入れていいわけでしょ。ということは全部でこれだけあるはずじゃないですか。これはさあ難しいけど分かる。あ、本当本当今の説明分かんない。いや分かんないのは分かんないです、ね、彼は騙されたのかもしれない。もう一回言うね。まずともかくこうやって書けてってるんだよな。で、文字が全部で8文字並ぶのは間違いないね。そしたら文字が8文字並ぶんだけど、その A をずらずらって言ったのは1つしか出てこないよね。あ、ごめんなさい、これ B を下にしてますから、すいませんね、これ私は頭悪いですな。これ B にしましょうか。 B8 乗というものは1個しか出てこないよね。1列しか出てこないよね。そしたらAB7 乗っていうのは A がどこに入るか、これ分かります。これ掛ける順番ですね。こう掛ける順番こうで、1番目に掛けて2番、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目ってなってるんですよ。そしたら、B の8乗っていうのは全部 B がずらっと最後まで出てきます。で、AB7 乗は A が何段階のどこかで、8段階のうちのどこか1箇所で行ってくれればいいですね。行ってくれればいいですね。だから多分8AB7 乗。じゃあ問題は A 字乗 B 乗。 A 字乗 B 乗だからどうするかというと、最初の A1 というものがこの8段階のうちのどっかに行けばいい。まずだからそれは8箇所入ったから。で、次の A の2は7箇所だよね。もうすでに入ってるのが1つね。ところが A1 と A2 は区別はつかないからね。例えばここに A1、A2、ここに A2、A1 って言っても、これ同じことだから、同じものを倍数えてるから、2で割る。だけ、A8、A 字乗、B 字6乗はあるんじゃないですか。って話ですけど、わかりますよ。わかった？ということです。で、そこでね、これでまだ、じゃあ次まで行きましょうか。じゃあ、A、
2乗 B6 乗の話しましょう。ちょっとこれ行きたい行きたいで申し訳ないです。これどうかな、取っておきますよ、これ恥ずかしいですけど、私の説明したらこれ言いますね。これの解き方はどうでしたかというと、全部で A が取るのは8通りと7通りでした。でこれを2で割るっていうのを 2×1 で割るとで、これを 8C2 という決めます。ここからは入りにくいよね。いや、そのやっとその本体に入っていったわけで、C って書いてあるでしょ、それでいいですか。これですね、 8×7 を 2×1 で割るのを 8C2 と言います。知ってます、初めて、うん、その記号のことだからね、一応 8C2。 じゃあ8個のうちで3個選ぶのは、あ、ごめんなさい、8C3 とはどうなるかというと、8、7、6の3、2、1です。これただそういう記号と思ってください。じゃあちょっとひねるね、 9C3 だったら987、はい、321となります。これ単なる記号の意味ですね。これ計算が楽にすることです。そしたら 8C1 になりました。これいいです。よろしいですか。で、そう考えたら今、例えば B の8乗は B8 個だから、あ、 B の8乗で B の7乗の A の1乗と A の2乗の B の6乗としたら、そこにつく係数は、ここのところは、8C2 になるかな、 8C2 という意味なんだよね、これだよね。で、これは 8C1 になります。そしたらこれの係数を 8C0 と言います。これは1と言います。これ定義です。 8C0 っていうのは分母0ダメだから 8C0 を1としましょう。 8C1 っていうのが1の8としましょう。そしてすいません、こんなのでもいいです、これは5で割り21の87、こうなります。これが、8C2 になります。ということで、言ってることが分かりました。あ、分かんないところだったり、なんで5の倍数になる、分かんない、大丈夫ですか。じゃあちょっと雑然と書いたものを自分なりにまとめて書いてください。ちょっとノートまとめてください。で、また全部消してきれいに書き直すんですよ。ですね、 A たす B の8乗というものを展開したら、多分 8C0 の A の0乗 B の8乗、あとで0乗の意味を教えます。 8C1 の A の1乗 B の7乗、 8C2 の A の2乗 B の、まあ多分6乗、そしたら次は多分間違いなく 8C3 なんです。で、あ、すいません、 8 になってるんです、すいません、 A の2乗 B の6乗で、 8C3 の A の3乗 B の5乗というふうになって、最後は 8C8 の A の8乗 B の0乗とこうなるでしょう、きっと。で、何が何やらでしょうけど、まずちょっとここで一つ学ぶのは、2の2乗かける2の3乗は2の何乗ですか。わかりますね。2の2足す3の2の5乗ということになります。掛け算は足し算になります。いいですね。じゃあ割り算は、掛け算は足し算です。割り算は引き算です。すごい合理的にやればいいです。そうすると2の3乗割る2の2乗は、うん、まあ2の3引く2で2の1乗で2でございます。これは結構ですね。じゃあ2の2乗割る2の2乗は何ですか。うってやっぱ落ちましたね。何ですか、はい、どっちが正しいと思う。 1だよな。そうなんだよ。なんで0って言ったの。0、うん、0、ああ、まあ一応免除で2引く2ということをやったんだろ。で、2の0乗って言いたかったんだよ。で、1です。実際これは2を2乗、2の2乗で割るから1ですね。そうでしょ。2222だからこれ割りです。
ってことは0乗が1なんです。ってことを利用しまして 8C0 は A の0乗、0乗って1でしょ、だから B の8乗で、 8C0 というのはこれは1というふうに決めましょう。まあ綺麗に見せるからですね。でこの A もこれは A の0乗が1でございます。そうすると 8C8 は何かというと8の1だ。 8C2 は87の21と、8C3 は876の321と、 8C8 は876.1 の876.1だから実質1です。でもちろん、これは1でございます。まあこういうふうになります。でこれが二項定理というやつです。こうなります。でさっき言ったこういうピラミッドみたいなこんなことをやってるわけです。で、まあ、こういう、ちょっと待ってね、分かります？今の話、拡張でここまで来たけど、分かった？いいですか？大丈夫？信用していいと？いいです。あ、よし、信用しよう。じゃあ、早速聞いてみよう。うん、信用してしまったからね。はい、じゃあ、A-2B の7乗の A、B、A がじゃあ2乗だったら B 何乗だと思う？あ、いいですね、分かってきてますね。の係数はいくらですかっていう試験が出たらどうしましょう。これが出るんじゃだこんな試験どうやればいい？いいよ。7C2 の、はい、いいよ。7C2 のまあ、A の2乗だね。で、B の5乗。うん、ところがギッチョッチョこれだよ。だからマイナス 2B の5乗でしょ。ちょっとこれマイナス2だから余計なものですよ。ごめんって言えないかもしれないけど、いいですか。そしたらこれを計算すれば出る。そしたら 7C2 って、はい、計算は7、うん、かうん、7かけない6、うんうん、なんて言えばいいですか、ね、分分の2かけ、まあ、2かけ1分の7かけ6、はい、あ、そしてマイナス2の5乗をしてやれば A 次乗 B 5乗の係数は出ます。わかりましたですね。もう大丈夫ですか。一般化しなくていいですね。これでいいかと思います。あ、気持ち悪いですか。あさって試験ですよ。大丈夫ですね。したら、じゃあ、あとは要するにこの A と B に何が入るか、そしてあとここは8になる、まあ、何の数字が入るか、それだけのことです。で、すいません、じゃあ一応ここまで書いてください。次の応用がありますので、はい、次の応用って何だろう、これです。A たす B たす C の7乗、これです。これは、もう一回です。まずじゃあ